皆さんおはこんばんちゃです。パパスです。今日は D64V エマリーさんのウォーターポンプを交換していくっていう動画の2つ目の動画になるんですけれども、今からサーモスタットですね、まあ、下ろしてサーモスタット撮っていきたいとそう一応用意して、はい、サーモスタットの方を社長に撮っていってもらいたいと思います。お願いします。でまたまた私よいしょ運転席側から行きます。ここ8ミリはエア抜きで、はい、こいつこうですね。で外すのがちょっとちょっと待って、キャップは交換した方がいいから、はい、これね、はい、これもアウトこれも、はい、これな、これ今出てくるからドアとまた下に垂れてくるんですね。まあこういう感じでね、これ今あのラジエーターのね、はい、あれがビャーっと出てくる。わこの上から出てくるんやな。そうそうそう、あんまり水がない、うん、だからまあ抜いとった方がいいけどな、完全にね。で上から見えてます。そこね、5ミリ、うん、10人だ。あ、ごめんなさい、ちょっと12、うん、これちょっと慎重にいかなきゃね。割れるとかそんな、うん、相手がプラスチックやからね。あ、はい、うん、これです。ついになって10人、はい、うん、はい、取れました。これは行ったら左、このちょっと浮いたからこの際からもそういうことか、うん、はい、うん、こういう感じで下にあの物体がで、ここの時に、はい、うん、これ、あ、なんか、うん、こいつを、うん、こういう感じでね、こっち側に、こういう感じで、はい、で、ここでエア抜くのはなるやん。はい、これか、このチョボ、うん、はい、これが一番上に、一番高いところに来るようにしといたら、まあ、エアが抜けやすい。でこれも一緒で、うん、こいつプラスチックやから、はい、ちょっとこの真鍮みたいなやつあるやんか、うん、こいつが、うん、ギザギザなって差し込んでるから、これバリッとこう絡まりする可能性がある。こっちはあるんやから、こっち側ね、うん、はい、綺麗になったところ。綺麗に両側していきます。はい、綺麗に、お、すごい、まあまあな、うん、ちょっと奥側あれやけど、まあ、はい、あとは、はい、同じように、はい、このボルトね、はい、磨いていってください。あ、もうちょっと磨こうか。あ、OK、 もうちょっと磨きます。うん、ドアも綺麗にちょっと拭いて、はい、で新しい部品、うん、じゃじゃん、これが、うん、キャップと、こいつがサーモス、はい、これです、うん、はい、あのやっぱり、うん、初めにこうついたらこうやし、はい、元の石に、はい、でシーラー、うん、うんうん、この穴にかかれへんようにするせやな、いや抜きできへんなもんな、だからもうこの、はい、うん、縁にちゃーっと、はい、透明になるぐらいまで、はい、濡れへん方もええでもかもわからんけどね、うん、カスがな、はい、よいしょ、まあ、透明に広がすような感じでね、はい、薄く薄く、うん、はい、で、うん、さっき1ですね、うん、ついてた、うん、はい、1で、うん、ボルトは1、
緑の印がちょぼっと見えてる。いやちょっとずれてないから大丈夫かな、しょうがなかったね。はい、まあ、ずれへんと思うけど、うん、はい、ご覧よりな、はい、うん、もうこれはもうここをやった時変えとった方がいいな、うん、はい、一緒に、うん、交換、うん、はい、うん、後でまあここから水入れたりとかする人はまあ開けといてもいいし、はい、まあ、最後にしようか、うん、そうする、うん、もう水出てけへんから、はい、交換したやつだけちょっとはい、うん、これとりあえずサーモン OK ね。 OK、 はい、いいウォーターポンプ行こう。行きまーす。プレッシャーの組み替え、うん、ここだったこっちからったら、おお、これか、ほこれは、はい、新しい部品の方に付け替えて、閉まってたぐらいまで閉める。もう一回取り付けてから確認するけど、うん、はい、段のないやつはずれるからな、うん、オーリングがね、そうそうそう、入れる時に落ちんねやから、はい、すごいパコッとはまるようにはなってる、はい。これも先サーモでしょ、でちょっと濡れるぐらい、はい、ちょっとパッキリ塗って、はい、うん、液体ガスケットブラックシーラー塗っていきます。まあ、白でも、あのワコーズの、あ、何でもバンドのやつ、何でも、まあ、ワコーズのやつが透明やからな、しやね、綺麗かも、はい、すぐ、うん、塗りました、よし、OK、塩分のために、はい、ネジロック打っとったから、うんうんうん、そんで、うん、はい、オッケー、はい、こっちこっち側からいきます。うん、でまあこれはまあ事前にも清掃して、はい、綺麗くなってますね、うん、綺麗はずやさ、綺麗よ。で一応もうこれ、はい、グサグサっとこうちゃんといびつになって、はい、ホーリングがあの外れへんようになってるから、うんうん、それとこういう感じで、うん、ちょっと不安な人やったら、はい、どうしたらベチャッと向こうに押し付けて、うん、やると、うん、なんか一回ついて、うん、外れたみたいになるやんか。あー、もうそういうことね、うん、ちょっとこうやってこういう感じで浮かして、はい、ちょっと浮いてんねや、この、うん、で、はいはい、2本止まってからペチャッと、あーはーはー、そういうことね、2本止めで締める、そうそう、2本止めてからペチャッとして、はい、でこうしてもたらまあずれへんやもん、やっぱり体格の方がいいんですよね。まあ体格の方がええと思うわ。うん。はい、4本目きっちり締めていきました。約束通りここは。プレッシャーの配線のな、止めは、はい、後で締める。はい、締めました。まあ他も確認しといた方がいいかもわからないけどな。どこだ？ああ、そこね。うん、まあ元々止まってたやつら。はい。うん、先にしとかな。後でもいけるか。はい、よっしゃ、でホースのオーリングで、うん、あともう清掃、はい、まあ、汚れへんようにしてもらって、はい、でホース側のオーリング、でも危なかったやな、このここのオーリングもちぎれるぐらいやから、うん、ほんまやな、そろそろ雇った方がほんまにな、うん、ちょっとまあにじんでるせいもあったけどな、いいタイミングやったんちゃう、うんうん、でまあ
薄くつけたら、うん、これドライバーとかでついて入れたからね。はい、ここ絶対傷つくから、はい、後でじわっと、はい、でここもまあ薄くあのはみ出へんよね。はい、なんかはみ出るぐらいしたらこの水の中に入って、あ、そうか、細い通路が、はい、赤になるから、はい、はい、で、はい、まあちゃんとこう入ってるかどうかして、はい、コーリングね、うん、はい、プシュッと、うん、はい、で止めるね、はい、でもここ閉めたらここつけへんなるから、うん、両方入れた方がいいな、先に。はい、2本締めました、うん、はい、これ通ってる場所、うん、内側通って、外すときはちょっと前から取ったんですけど、うん、今回はこう、ね、ちょっとねじれてるな、これ、うん、うん、ねじれて、うん、こういう感じで、はい、で、あそこつける、入れてもらって、はい、広げたから押してもらって、はい、で油を最後パチ、ね、うん、はい、まあこういう感じで、あとはまあ締め付けのこんな感じ、もう一回さらなんちゅうの、うん、確認、うん、うん、はい、オッケー、まあこんな感じで、とりあえずこのウォーターポンプの、はい、取り付けな、オッケー、終わりました、終わりましたよね。次は前やら前、うん、はい、もうはい、じゃあ、うん、あのカバーまではせえへんから、はい、とりあえずそうやね、うんうんうん、これ折れたあのこれクーラーベルトの、はい、うん、奥に折るから、うん、だからまあ手で下からいけねえか、見えてる、見える見える見える、うん、見える、はい、あ、ほんで、はい、フィアフィアとか言えへんの、フィアフィア、まああれでもまあ多分漏れてなかったらまだいけると思うねんけどな、ただベルトがきついから、はい、遅かれ早かれな、あかんくなんねんな、うん、はい、これは素直に、うん、ウォルター、ウォーターポンプ、クランク、なんでテンションないね、はい、うん、でテンションはちょっと緩めといて、うん、セコンクラン、はい、クーラーベルトは緩いから後で貼るけど、うん、クーラーベルトちょっとかわしてもらって、うん、先にちょっとかろうじて見えてるぐらいかな、うんうん、これはまた別の動画でやってたんちゃうかな、やってますよ、ベルト交換は、ね、ちゃんと入ってるからで見といて、はい、ベルトの針はまだ後日ね、はい、水回した後ぐらいにやった方がな、そうですね、オッケー、水入ってるか、うん、確認してからエンジンね、はい、うん、これでもう、うん、とりあえずの取り付けの、はい、動画は OK、 水漏れっていう部分の交換やな、うん、締めとけんとアンチが喜ぶかも、なんで、アンチの人が喜ぶ可能性がある。そうかな、わからんけど。鳥が。ほらって言われる。はい。オッケー。はい、今日はこんな感じでモーターポンプ交換の動画第2弾の組み付けまでを行ってきました。サーモまで行ったな。はい、サーモ組み付けとウォーターポンプの組み付けまで行きました。まあ、次回は先ほど言ってたエア抜きの方法ですね、をから始めたいと思います。今日はよかった皆さん、先ほど参考にしてください。お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。